ケビン・ブラウン、ジェームズ・ケビン・ブラウン、ジェームズ・ケビン・ブラウン、1965年3月14日帯は、メジャーリーグベースボールの元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ジョージア州、ミレージビル出身。1986年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから一巡目、全体4位に指名を受け入団。同年9月に、メジャー昇格を果たし、 9月30日のオークランドアスレティックス戦でメジャーデビュー5回に失点で初勝利を挙げた2年後の9月に最小格し9月14日のアスレティックス戦で9回に失点し完封こそ逃すものの1失点でメジャー初完投勝利からは先発ローテーションに定着し12勝9敗防御率3.35を記録 ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では6位に入った。は、開幕から5試合で5勝。6月20日のミネソタツ・インズ戦では、わずか79球、4アンダム死球でメジャー初完封を飾った。前半戦で10勝を挙げたが、後半戦は2勝に止まり、12勝10敗、防御率3.60だった。は、9勝12敗、防御率4.40に終わる。は、 前半戦で14勝を挙げて、オールスターゲームに初めて選出され、アメリカンリーグの先発投手を務めた。最終的に21勝11敗、防御率3.32、リーグ最多の265.2インニングを記録し、ジャック・モリスと並んで最多勝ちのタイトルを獲得。サイヤング賞の投票では6位に入った。は15勝12敗、防御率3.59を記録。 開幕から6試合連続で2桁の非安打。4月19日のトロントブルージェイズ戦では自身ワーストの10失点を喫するなど不調で7勝9敗、防御率4.82、両リーグ最多の218非安打と不本意な成績に終わる。オフにフリーエージェントとなった。開幕前の4月9日にボルティモアオリオールズと契約。シーズン最後の当番で、 完封勝利を挙げ、2年ぶりの2桁勝利に到達。マイク・ムッシーナに次ぐ、チーム2位の10勝、防御率3.60の成績を残した。オフに再び、フリーエージェントとなり、12月22日に、フロリダ・マーリンズと契約。移籍1年目のは、前半戦援護に恵まれず7勝7敗ながら、防御率1.89を記録し、4年ぶりに、 オールスターゲームに選出される。後半戦で10勝を挙げ、シーズン通算で17勝11敗、防御率1.89、リーグ最多の3カンプを記録し、最優秀防御率のタイトルを獲得。サイヤング賞の投票では、ジョン・スモルズに次ぐ2位に入った。6月10日のサンフランシスコジャイアンツ戦で8回に、主から死球を与えて完全試合は逃したものの、 前年のアルライターに次ぐノーヒットノーランを達成。オールスターゲームにも2年連続で選出された。16勝8敗、防御率2.69205奪三振を記録し、チームのワイルドカード獲得に貢献。ディビジョンシリーズでジャイアンツを3連勝で下すと、アトランタブレーブスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦と第6戦に先発しいずれも勝利を挙げて、ワイルドカードからは、 史上初、当時史上最速となる、球団創設5年目でのリーグ優勝の立役者となった。クリーブランド・インディアンズとのワールドシリーズでは、第2戦と第6戦に先発したが、共に敗戦投手となった。しかしチームは4勝3敗でシリーズを制し、世界一の栄冠を手にした。球団の緊縮財政の影響で12月15日に、デレクリータに選手との交換トレードで、 サンディエゴパドレー遺跡。前半戦で10勝を挙げて、3年連続でオールスターゲームに選出される。18勝7敗、いずれもリーグ2位の防御率2.38257奪三振を記録し、チームを地区優勝に導いた。ヒューストンアストロズとのディビジョンシリーズ第一戦で8回を2アンダム失点、シリーズ記録の16奪三振をマークし、 ランディ・ジョンソンとの投げ合いを制した。ブレイブスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦で3、アンダー11奪三進完封勝利を挙げ、14年ぶりのリーグ優勝に貢献。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、第1戦と第4戦に先したが、いずれも敗れ、チームも4連敗で敗退した。オフにフリーエージェントとなり、12月12日に当時、 史上最高額となる7年総額1億500万ドルで、ロサンゼルスドジャースと契約し、ギネス世界記録として認定された。は18勝9敗、防御率3.00を記録。は、オールスターゲームに2年ぶりに選出される。13勝と勝ち星は伸びなかったが、防御率2.58で2度目の最優秀防御率を獲得。は、開幕から好調だったが、 故障もあって20試合の当番に終わる。も五5月に故障し、8月の復帰以降は主にリリーフで起用され、3勝4敗、防御率4.81と振るわなかった。は4月29日から6月17日にかけて9連勝を記録する。オールスターゲームに選出されたが、当番はなかった。14勝9敗、リーグ2位の防御率2.39と復活を遂げた。 12月13日に、ジェフ・ウィーバー、ヤンシー・ブラゾバンラとの交換トレードで、ヤンキースに移籍。は、日本で開催された開幕シリーズで勝利を挙げるなど、4月に、ピッチャー・オブ・ザ・マウスを受賞したが、背筋痛で投球フォームを崩し、10勝6敗、防御率4.09、ツインズとのディビジョンシリーズでは、勝利を挙げたが、ボストン・レトソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2試合に、 先発して、防御率21.60とゼフ不調で、チームも、史上初めて3連勝の54連敗を喫し、自身3度目のワールドシリーズ出場はならなかった。も、背筋痛に悩まされて不甲斐ない投球が続き、7月に、故障者リスト入り、オフに引退した。12月13日発表のミッチェル報告書に、名前が記載された。報告書によると、 ニューヨークメッツの元クラブハウス従業員であるカーク、ラドムスキーはブラウンに禁止薬物であるヒト成長、ホルモ、HGH とデカ、デュラボリンを2000年か2001年より、後の2から3年間にわたって5から6度販売したと主張している。ポール・ロデューカから紹介されて知り合ったという。連邦捜査官が押収したラドムスキーのアドレス帳に、ブラウンの名前は記載されており、ラドムスキーから、 ブラウン宛ての2004年6月7日付のメール、送信履歴が証拠として残っていた。また、2003年に、ドジャースの幹部の会合でもゼネラルマネージャーが、ブラウンのステロイド使用を推測する発言を行っていた。これらの主張についての情報を提供し、応答の機会を与えるために、ジョージ・ジェイ・ミッチェルが面会を要求したが、ブラウンはこれを拒否した。 上半身をそらし気味にして投げる独特の投球フォームからの重いツーシームと鋭いスライダー、シンカーを武器にした。1996年から2000年の5年間は平均242イニングで16勝、防御率2.50という抜群の安定感を誇り、1990年代後半のメジャーを代表する投手の一人だった。 感情の激しさも有名で2004年9月には自分自身への苛立ちから交番後に壁を殴り右手の指を骨折した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。